現在進行形でたまらなく沼っている男の話。要するに、迫ってくるオシャレじゃないブサメンが嫌いで、迫ってこないオシャレなイケメンが好き、という話なんだけど。Tinderで知り合ったイケメンで、現在進行形でたまらなく沼っている男の話。彼は全然迫ってこない。初めて会った日からずっとそう。手をつなごうとしたり、スキンシップを取ろうとほとんどしない。好意のある目線を送ったり、楽しませようと一生懸命話してくれるけど、接触はしてこない。二人きりで密室にいるときは、ちょっとだけしてくるけど、めったにしない。外にいるときは絶対にくっついてこない。肉体的に接触しようとしない。手をつないだり肩が触れるほど近づいたり、そういうことを絶対にしない。今まで会ったイケメンにもそういう人が多かった気がする。シャイな性格で人目があるところで、イチャつくことは絶対にしない。こっちから近づいてもちょっと嫌がる。家に二人でいる時も、彼の方からくっついてくることはちょっとしかなくて、そういう態度を取られると逆にこっちから行きたくなる。だいたい私の方からくっついていって、エッチしたりしている。彼はイケメンだし、とてもオシャレである。そういう、イケメンががっついてこない感じが大好物だ。逆にゾッとするのは、オシャレでもイケメンでもないブスが、鼻息荒く迫ってくることだ。だいたいそういうブスほど余裕のかけらもなく、迫ってくるものだ。ブスなカップルほど街中でイチャついているという話は、よく聞くが実際その通りである。なんか、四六時中くっついてこられると、うざったいし日常化してつまんないんだよな。外と中のオンオフというか、じらしというかなんというか、やるときとやらないときの、そういうギャップがいいのである。沼ってしまう。まあ要するにイケメン最高。